あの会社の金とかも全部俺井上優と英語にもかっぱられてるし、はい、はあ、あいつらもう、もうあいつらも関わるともマジほんとろくなことないっすよ。超クソっすもん、マジで。もうジブラもクロードもゲンもジメの井上優とか、もういや、あの、すっげえムカつきますもんね、英語とか。もう英語と仲良くして、はい、で、なんか、英語と仲良くしてれば、英語と敬語は兄弟だから、なんか、かったりが効くじゃないですか。はい。もう、都内の不良なんて、もう、それで全員やられちゃってますもんね。うわー、そんなフラワー事件とかまで発展してるし、もう、そんなドラゴンとか、なんか、佐々木とか言ってるけど、佐々木の周りのとかも、全員こっちにいるから、俺にドラゴンで逆らうやつなんていないっすもん。そういう状況なんですそうか。いう状況ですよ。佐々木が知らないから、あのシャブばっか食って刑務所に出たり入ったりしてるから、じゃ全然、あいつだって4回ぐらいパクられて、1回長くても4年ぐらい、2年とか4年とか入ってるわけじゃないですか。はい、だから10年以上行ってるわけじゃないですか。言ってますで、このね。15、この最近の15年とか20年ぐらいの都内の歴史をほとんど知らないから、パッパラパーだから、しゃぶくって。で、戻ってきてまたしゃぶやって、で、また入ってみたいなね、また出てきてまたしゃぶやってって感じじゃないですか。なんか全然分かってないんですよ、あいつとか。もう全然頼りにされてないですもん。もう頭はとりあえずみんな俺だと思ってますから、ドラゴンとかも。関東連の頭はドラゴンも敬語さんと思ってるんですか、絶対思ってますよ。関東の頭は絶対小山敬語って思ってますよ。だからドラゴンのこと言ってもみんなやりに来ないじゃないですか、俺のこと。もう。まあ、そうっすよね。